2007年、ワーウィック・デイビスは、イギリスのテレビ、映画俳優で、芸能事務所社長。精進症であり、身長107センチメートル。ワーウィックは本来、ボリックと読む。精進症の多くは、軟骨無形成症によるものであるが、ワーウィックは、非常に稀な脊椎骨単位形成症による、小人症である。年、スター・ウォーズエピソード ジェダイの期間に出演する身長を4フィート以下の役者の募集を祖母がラジオで聞いたことがきっかけで同映画のイオーク族のウィケット、W. ウォリックの役を得てデビュー。当時11歳で身長は2フィート11インチだったという。その後、イオークアドベンチャーやエンドア、マゾラの妖精でもウィケットを演じた。主演映画、 ウィローでエキストラをしていたサマンサと1991年に結婚して息子と娘がいる。近年はハリー・ポッターシリーズのフィリウス、フリットウィック教授役で有名。ハリー・ポッターと死の秘宝パート2ではグリップフックも演じた。精進症の俳優を主にマネジメントするウィロー芸能事務所を経営している。ありがとうございます。